龍造寺高信戦国の知られざる英傑。戦国時代、非全国の影の支配者として君臨した龍造寺高信。彼の名前は歴史の表舞台には少なかったが、その実力は確かでした。なぜ彼は重要なのか？その答えは彼の統治戦略にありました。若くして家督を継いだ高信は分裂する非全国を統一へと導きました。高信の最大の勝利は、九州地方で大勢力を誇る大友宗麟との今山の戦いでした。この戦では、大友宗麟の兵力が6万に対して、龍造寺高信の兵力は5000人程度でした。圧倒的な兵力差に苦戦しながらも地の利を生かしてうまく戦います。また、家臣の鍋島直重の提案により大友軍に夜襲をかけました。この夜襲が成功し、大友軍の大将も討ち取ることができ、大勝利を収めました。この戦で龍造寺氏の地位を不動のものにし、高信の名を歴史に刻みました。しかし、龍造寺高信の時代は短く、1584年、彼はこの世を去ります。彼が築き上げた基盤は、非全国の歴史に深く刻まれました。龍造寺高信、その名は戦国の地方大名として、確かな足跡を残しました。彼は戦国時代の九州地方の、緻密な政治と戦略を知る上でとても重要でした。龍造寺高信、非全国の影の支配者、その名を忘れてはならないでしょう。